皆さんこんにちは、猫背のアジト。今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日もマット1枚でできる簡単なストレッチエクササイズを紹介いたしますので、ぜひ動画を見ながら皆さんチャレンジをしてみてください。それではですね、まずはこのような形で一度マット上に座っていただいて、横から見た時にアルファベット大文字の M になるような形で手足をついてください。手の指先は、足の方向とは逆側を向けるようなイメージ。そしてしっかりと骨盤を立てて、腰が丸まらないようにぐーっと起こしてください。そして手は外向きのドライブをかけていく、外側にねじるようなイメージで胸をぐっと開くようにしてください。そしてお尻から頭のてっぺん、頭頂までのラインというのをまっすぐにするようなイメージ。顎が上がりすぎてもいけないですし、逆に顔が前に突出しないようにしてください。そして手足で足はぐーっと向こう側に伸ばしていくような感じでぐっと踏ん張って、手は逆にしっかりと床面をぐっとしていくようにすることで胸が開きやすくなります。まずはこの状態でぐーっと胸を開いていってみてください。で、楽にしましょう。もう一度ぐーっと伸ばして伸ばして伸ばして、で、楽にしましょう。しっかりと胸を開くように、背骨も伸ばして伸ばして伸ばして、で、楽にしましょう。もう一度ぐーっと伸ばして伸ばして伸ばして、あと1回行きましょうか。ぐっとしっかりと手足床面を押し付けて、胸を張るように背骨を伸ばし、頭の位置できるだけお尻から離すように背骨をぐっと伸ばしていきましょう。はい、 OK です。一度楽にしてください。この座っているポジションで骨盤がなかなか起きてきづらいよという方は、座布団でもこういったヨガブロックでもいいので、少し床面に敷いていただいて、座面の位置を高くしていただくことでですね、骨盤が起こしやすくなりますので、さっきのポジションしんどいなっていう方は、少しお尻の下に何かを敷いて実施をしてみていただくと、すごく楽にできるんじゃないかなと思います。今度は一つチャレンジです。しっかりとこのポジション下で手足を床面押していくことで、少しお尻が浮いたの分かりますでしょうか。これぐらい高く上げるのではなくて、だいたい手のひら1枚分ぐらい、床から2、3センチぐらい浮いている状態で頑張ってキープをしてみてください。そしたらゆっくりと下ろして、もう一度ぐっと床面、手足で押すことでお尻が2、3センチ浮きます。しっかりと骨盤立てて、背骨ぐーっと頭頂に向かって伸ばしていきましょう。で、ゆっくりと下ろす。3回目、ぐっと伸ばして、下ろします。4回目、ぐっと伸ばして、しっかりと手足で支えてください。で、下ろして、あと1回だけやってみましょうか。ぐーっと手足でしっかりと床面を起こして、胸を開くように、腕は外向きにぐーっと開いていってください。で、下ろしましょう。よくあるミステイクは、このまま肩、首が短くなって肩がこうね埋まってしまっている状態の方いらっしゃって、しっかりと床面をして、首は長く、この状態でキープをしていただくようにお願いします。ふっ、いかがだったでしょうか。普段ね、手で体重を支える機会があまりない方非常に多いと思うので、そういった方は手首をね痛めやすいので、まずはちょっと手首を動かしてみたり、あとはですね、手首指のストレッチという動画を以前に上げてますので、そちらも合わせてチェックしていただければと思います。今日実施したのはですね、アニマルフローのクラブというカニさんですねのワークの一つになります。この先にはですね、クラブリーチっていう風に、今4点で支えましたが、ここからぐっと3点で支えてから床方向にリーチをしていく、こんな枠があるんですけれども、
このようにですね、ご自宅で簡単にできるようなストレッチだったりワークアウトをですね、みんなでオンラインのトレーニングルームに集まって楽しくワイワイ運動しよう、健康になろう、そんな企画を実施しておりますので、ぜひ興味がある方はですね、下の概要欄に記載しておきますのでチェックをしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。